KS-18 はソビエト連邦の装甲車両である。化学兵器を運用する車両として量産もされているが、戦闘記録などがほとんど残されていない。戦艦機において世界恐慌の影響を受けなかったソビエト連邦は、戦車、装甲車を多岐にわたって製造し続け、特に装甲車については特定の目的に特化した車両が数多く試作された。 ソ連とドイツは、スペイン内戦や国境内戦等において、新兵器の実験場として、戦車や航空機などに加えて、明確な証拠は少ないものの、化学兵器をも、現地の軍事組織に対して提供していたとされており、これらで得たデータをもとに、化学兵器を渋そうとする装甲車の製造に着手したと考えられる。まず1937年に当時ソ連の装甲車で、シリーズ化されていた。 BA 走行者系列で BA-23 が化学兵器専門走行者として計画された。しかし原因は不明だがこれは1937年内で製造計画が放棄されペーパープランに終わる。次に同年中に後に数多くの用途に転用されることとなる JIS-6 トラクターをベースにした化学兵器走行者の計画が出される。これが KS-18 であり、ベースが既製品ということもあり、年内に試作品の完成から試験、そして量産にまでこぎつけることに成功する。しかし、独創以外の主要国において、製造、所有そのものが白眼視されつつあった、化学兵器を扱うという目的ゆえか、これらの過程に関する詳細な資料は残されておらず、1939年までに94台が、 生産されたということ以外の細部は不明である。装甲は、天頂部は4ト、mm、ル他は、おおむね8ト、mm、ル厚で構成されており、車内は、運転席の後部に、化学兵器の操作装置が配置され、さらにその後ろに1000リットルの化学兵器タンクが、収納されていた。乗務員は、社長及び整備試験ドライバーの2名。主に、 マスタードガスの運用がメインであったと考えられ、完全充填された本車両は約25から30分間範囲にすると約2600平方メートルへの化学兵器の噴霧が可能であった。この化学兵器システム自体は COP-18 という名称がついている。車両によっては無線アンテナ及び充電器が車載されていた。 本車両は直接労能赤軍に装備されることはなく、赤軍戦車旅団の支援を行う、国営企業が運用を行っていた。そのため軍とは、指揮系統や運用体系そのものが異なり、実戦に関する記録が残っていない。冬戦争において、戦闘を行ったレニングラード周辺配置の戦車旅団霊下29台の KS-18 が、所在していた記録は残っているが、 これについても戦闘に関する記録はない。最後に記録として出てくるのが、蒸気写真にある1941年夏、独素戦開始直後の時期に一台の KS-18 が破壊されたというもので、これ以降の KS-18 の挙手に関しては、不明である。またこれ以降化学兵器専門の装甲車両という、ものは公式には製造はされていない。ありがとうございます。